体調を崩して休んでいたミキが戻ってきた。メンバー全員が揃い、ハワードとの関係も少しずつ良くなってきたみたいだね。この番組は篠山だけ台本の内容を知らないドラマにリアルな英語力で挑戦、ビジネスのお悩みに答える英語番組です。今回のお悩みはこちら。仲良くなるために上司を飲み会に誘うにはどうすればいい？これはビジネス用語でいうところのノミニケーションってやつですね。あ、そうですね。なるほど。オフィスではその、うん、できない会話っていうのもありますもんね。はい、そういうふうに飲みに行ったりしてこうちょっとこう楽しく会話してっていうのがいいですもんね。いいですね。ハワードさん飲んだらどういうふうに変わるんですか？確かにそれも気になりますよね。あんだけこう厳しい上司ですから。そうそうそう、まあ、でもやっぱり会社の雰囲気を良くするためにも、ね、うん、一体うまく誘えたんでしょうか？はい、早速みんなのままをご覧ください。おや、今日はチャドが一生懸命仕事をしているみたい。珍しい。Finished! What? You finished writing your 20-page report? No, I finished the first page. Nobody can finish 20 pages in a day. Chad, Miss Howard finished 30 pages in just 3 hours.That's amazing. Maybe she's a Terminator. don't you think so, Aki? I wonder if she's always like this. I would like to know more about her. Shall we ask her if she wants to go out to drink with us tonight? Do you think Ms. Howard is okay with alcohol?I can't imagine her being drunk at all. Well, we will find out tonight. Wait! Can you go drinking already? You just recovered. Of course I can. Okay. Aki, mm-hmm. you ask Miss Howard mm. if she wants to join us tonight. I'm back.Good timing. Is everything okay? ここでアキどう切り抜ける？仲良くなるために上司を飲みに誘いたいとき、あなたならどうする？アキの英語はこれだった。Miss Howard, if you don't have any plan tonight, can you go?To drink with us? If you don't have any plan tonight, can you go to drink with us? 果たして秋の英語はどうだったのか？まあでもね、やっぱりその上司ですから、うん、あくまでビジネスの関係ってのもありますんで、やっぱり忙しいのかなっていうふうに、うん、やっぱり忙しくなければっていうことでね、はい、優しい、一つ気遣いでしたね。上司としてみんながなんかどっかに出て行こうとしてる時が意外とちょっと寂しかったりとかするんですね。いやー、なんかそうですよね。こっちから声をかけづらいし、はい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 、向こうからも声かけにくいかなっていう感じなんですけど、なんか、まあ、そういう人もね、自分から当然いますもんね、うん、ルーシーさん、今回のね誘い方一体どうだったのか判定の方お願いします。はい、じゃあ今回の篠山さんの判定は、うんうん、はい、おっとっと、え、ちょっと自分でもびっくりしました。私もちょっと一瞬曇っちゃった。大丈夫、大丈夫、曇りじゃないですよ。はい、晴れです。やった。晴れです。やった。よかったですね。これはちゃんと上司にその伺うってことはちゃんとできてましたか？とてもできましたし、あの丁寧に言えたので、おそらく本人は参加したいなっていう気持ちになったと思います。あ、本当ですか？そう、今日はね晴れマークもらいましたから、はい、これ胸張っても先生のとこ行けるんじゃないですか？そうですね。ね、胸張って。行きますか？行きましょう。はい、どうぞ。はい、いやー、僕ね、晴れ男なんです。晴れ男。結構少ないんですけどね。いやー、しかし
なかなか見事な、なかなか見事な文だったと思います。本当ですか？嬉しいです。でもただね、はい、日本語を英作文してる感じがするんですよ、はい、確かに日本語をそのまま英語にすると Go to drink、はい、飲みに行く、はい、なんですけれどもね、はい、Go to drink だとただ単に何かを飲みに行くということで、はい、そのアルコールを飲みに行こうぜっていう話には、うん、なかなか、ならない。なるほどなるほど、はい、じゃあこう飲みに行きましょうよっていう時はどうしたらいいんですか？そのエレガントなフレーズはまずここから始めてみましょう。コンパクトになりましたね。そうですね、はい、If you are available というのが出てきましたね。なるほど。そして Would you like to go out to drink with us tonight、うん、という文ですね、はい、アウトっていうのは感覚として欲しいもの。そうですね、ここはやっぱり感覚として落ちては困る、うん、もしお時間があれば私たちと一緒に今晩飲みに行きませんかというですね、お誘いの言葉になっているわけです。 Available というのは、はい、まあ、もちろんここはですね、いろんな言い方があるわけです。時間があればというのはですね、例えば、はい、If you have time とか、はい、あるいは、うん、If you are free とか、あ、なるほど、あるいは、うん、If you are not too busy とか、忙しくない、はい、もし free であるならば、うん、If you are not too busy、 あまりにも忙しくないなら、あるいはお時間があれば、さまざまな言い方があるわけです、はい、もうどんな言い方でもいいから時間があればとおっしゃっていただければ結構です、うん、なるほど。 Available、はい、っていうのは、 Available というのは非常に便利な単語なんですね、うん、はい、If you are free というよりもフォーマルなきちっとしたフレーズになって、やっぱりビジネスで、好かれる、そうした、質感を持った単語なんですね、うんうん、Available というのは人にも物にも使えます、うん、例えば、はい、Wi-Fi is available in the lobby、はい、Wi-Fi はロビーで使えます、利用可能みたいな意味にもなるんですね、うん、はい、非常に便利に使える単語なので、一つ頭にしっかりと Available、はい、覚えておいていただきたいと思います、はい。このフレーズというのはそのままの形でいろいろ、その使えるわけですけれども、うん、ここを変えることによって、うん、はい、いろんなバリエーションをですね、うん、その自分で作り出すことができます、うん、例えばですね、そうですね、ルーシーさん、剥がれた、ここに何を入れた例がよく思いつきられます？例えば、うん、Out to dinner でもいいんですね、うん、Out to dinner with us tonight、うん、とか、うん、もしくは私大好きな映画で Out to see a movie、うん、with us tonight、うん、ほー、さあルーシーさん、お誘いするという行為、それはですね、ビジネス上どんな価値があるんですか？とても価値があります。とても価値があります。誘ってほしそうですね。異文化でですね、一生懸命仕事しようとするとなんとなくですね、疎外感みたいなものになりやすかったりとかするんですよね。仲間じゃない、仲間外れみたいな感じになったりとかして、こういうフレーズを使うとすごく歓迎されてる気持ちになるんですね。上司もちょっと寂しい時あるんですね。寂しい時あるよ。なるほど。今日のストックフレーズをもう一度。もしお時間があれば今晩私たちと飲みに行きませんか？ If you are available, would you like to go out to drink with us tonight? If you are available, would you like to go out to drink with us tonight? さあ今回はね、晴れでしたけれども、はい、より良い言い方を教わりましたね。そうですね、うん、やっぱり Would you like to go out まで、やっぱさらっとそこまで行って、はい、でさらに具体的に付け足していけばいいってことで、そうです、そうです、すごい便利なフレーズですよね。便利、本当いろんなところで使えますから、はい、ですよね、はい、それでは参りましょう。 Shall we ask her if she wants to go out to drink with us tonight? You ask Miss Howard if she wants to join us tonight. If you are available, would you like to go out to drink with us tonight? I would love to. 行きたいんじゃん。行きたいんじゃん。ねえ、ハワードさんも。メガネを外して、ね、I would love to って。なるほど。結構本気で喜んでましたね。喜んでました。結構なんか私たちずっとね、うん、もう何回かやってるじゃないですか、はいはい、でも篠山さん全然ね、私たちのこと誘ってくださらないから、いやいやいや、うん、私歓迎されてないのかななんて思いません？ちょっと、そう、 OK、 ほら、Would you like to go out to drink with us? Of course! じゃあちょっと行きましょうよ。いいですね。俺今てっきり断られる流れなのかなと思ったら、大西先生ちょっと内緒にしてみてね。それは可愛いですよ。次回のジョブ基礎は I do yoga with my lovely wife.
Now is the chance to ask her. どうする、アキ。